さんかね。行きますよ。暁の水平線に勝利を刻みましょう。海夕雲型一番艦夕雲、配置につきました。提督、しっかり甘えてくれていいんですよ。姫カブトアウト。姫カブト仏体キックチャレンジ、行くわよ。レイカちゃん、ワコツお番です。前回より SE が大幅に更新されています。まだ使われていないセがありますので気軽に使って、ねえ。姫カブト、アウト。姫カブト、ムツ様タイキックペロペロチャレンジ。行くわよ。てててて皆さんどうもこんばんは。新ピカ放送局のピカでございます。昨日ですね、2本動画上げました。一つが、艦隊コンサル艦コンサル会と、もう一つが何だっけ、あ、そうや、土曜日の講演会だ。それのご案内を、動画にさせていただきました。まあ最近カンコレ全然やってないんで、もうぶっちゃけ言って、まあ、まあ半分雲隠れ的な感じに、この雲隠れじゃねえな、あのもう落ち武者的なあの感じになってはおりますけれども、まあ運河沖野戦の準備はああいうレジ、まあ少しずつですね、できるところからやっていくという感じでやっいこうかなと思ってます。で今日はバンドリーやろうと思ったんですよ。なぜかというと今日から、またバンドリのイベントが始まって、なんだっけ、モニカのイベントが始まったんですよ。でちょっとまあ自転車修理している間に、まあ、モニカの、編成をちょっといろいろ見繕って、まあとりあえずまあフェス限じゃねえな、なんだっけ、ピックアップでガチャ引いた真白さんを、とりあえず今回使おうかなっていうことと、あと、まあ、バンドリ放送でも話しようかなと思ってるんですが、ルイさんですね。ルイさん、確か、お正月ガチャで、2番目に、星4の、ガチャが2人前なんですよね。ちなみに、最初のキャラは誰、星4の最初のキャラは誰かって言ったら、ハロハピのカノンさんです。で、2番目がルイさんだったんですよね。でそれをまあ今回使っていこうかなっていうところで、動こうとしてます。なので、まあ、後日ちょっとバンドリーまたやっていこうかなと思ってます。で前行きはちょっといろいろちょっとあったんですけど、とりあえず出席取りますね。姫かぶとさんこんばんは、いらっしゃい。先ほどもありました通りに姫かぶとさん気づいてるか、気づいたかな、お望み通りに入力させていただきました。お望み通りに作りました。4つ目ですね。そして鈴月副会長こんばんは、いらっしゃい。でそしてニコ生から D マニアさん、こんばんは、いらっしゃい。でまた戻って4つ目から BS 加賀幹事長、こんばんは、いらっしゃい。25日出勤、まあ、いらっしゃいますからね。25日、まあ、日曜日ですけど、まあ仕方がないと思います。
まあとりあえずはまあ多分大丈夫かなとは思いますけどね。あのまあでも BS 香川さん大丈夫でしょ。別にあの参加しなくてもあのなんとかなるでしょ。なんとかなるんじゃねえのかなと思ってます。そしてルピンさんこんばんは、いらっしゃい。別に矢作任務は時間かやカンコリやってる時間がないだけです。まあ、あのいない時の呼びよ別に。そう言われたらあのカンコレしてる、まああのまあ、僕は別にカンコレガチ勢でもなんでもないんで、別にまあ、そう言ってもらうのも全然結構ですけれどね。まあ、とりあえずヤーギ任務もそうですし他の任務もやっていく感じですけれど、まあ、別にそんな急いでクリアする必要もないし、次ではこうやるんでしょ。次、長田見てるとこさん、どうもこんばんは、いらっしゃい。前回、あんなカオスの中、本当にありがとうございました。ヒイラギさんから聞いたら、マジで。いやー、最初、本当、もう絶対、さらえるんじゃ、もう絶対なんか、そっとしてされるかなって思ったんですけどね。なんか、よかったです。気に入っていただいて、ピカとしては、本当に嬉しい次第です。そして、ランさん、こんばんは、いらっしゃい。あれ、おはようございます。ランさんはなりきりかどうかがわからないですけれど、まあガルパネタでランさんのボイスがあったら、とりあえず入れてもらえればなと思いますね。ありがたくいただきますね。BS カガさんもヒラキさんもまあいじりっていうか、まあもうちょっもうネタでしょっていう感じですよね。もうちょろっとだけで見て、はい、終了みたいな、そういう感じですね。いらっしゃいませ。名前と、名前ペロペロチャレンジって書かないとダメですよ。例えば、今ここにはペロペロチャレンジ導入されているリスナーさんがいないんで、例えば、もうちょっと、学園ハッサムさんを例にとりますね。あ、違う。ああ、りょうすけさんでよかったな。まあいいや。ハッサムさんを例にします。学園ハッサム、シグレペロペロチャレンジ。これあるじゃないですか。で、名前、カンムス。まあカンムスは、まあ、姫カブトさんの場合は、ムツさんですけど、姫カブトさんが、直々にですね、わざわざですね、ムツ様にしてくれって言われたんで、ムツ様にしました。もちろんムツ単体でもなるようには、してはいるんですけど、でペロペロチャレンジです。ですからこの姫かぶとさんのペロペロチャレンジを使いたい場合は姫かぶとムツ様ペロペロチャレンジですっていう風に入力していただければ大丈夫です。で多分もうなんと素晴らしき変更、圧倒的歓喜。もう分かりきってますけど、どうせ姫かぶと会うと姫かぶと大キック、姫かぶとムツ様ペロペロチャレンジって3コンボ書くと思うんで、3コンボ書かれると絶対に時間かかるの目に見えてますから、もちろんそれ専用の SE に、しました。まあ、アウトは別にいいとして、大キックとペロペロチャレンジはもうごちゃ混ぜにしました。もういいでしょ、それで。ちょっと勘弁してください。2回も3回も、ててーん、ヒメカブト、アウト、ヒメカブト、ムツ大キックチャレンジ、ヒメカブト、ムツとペロペロチャレンジとか、めっちゃ長いから。姫カブト、クソ長すぎる。姫カブト、ムツ対キックチャレンジ。行くわよ。ムツ様ペロペロチャレンジ。ペロペロ。姫カブト、ムツ様ペロペロチャレンジにしないと反応しないです。今後スズさん、こんばんは、いらっしゃい。ピカ、アウト。何しようとしたか忘れちゃった。まずあれしなきゃあかんの。了解、よろしく、了解いたしました。よろしくお願いいたします。まず出始めにこのお散歩任務やんなきゃあかんねん。それさっきやろう。姫カブト、ムツ様ペロペロチャレンジ。何とち狂ってんだ。
して姫かぶとさんのアクメンテらしいねボイスがもうちょっと姫かぶとさんのなアウトタイキックすーげー複雑なんですよ。ちょっとめっちゃ複雑にしちゃったんで、だ姫かぶとアウト姫かぶとタイキックで1セットじゃないですか。でそれムッツさんのボイスになるんですよ。で姫かぶとタイキック単体は随法タイキックチャレンジになるんですよね。でもちろん随法さんのボイスになるんですよ。で今最近作った姫かぶとアウト姫かぶとタイキック姫かぶとムッツ様ペロペロチャレンジって3つ入れると、ムッツさんのボイスになるんですけど、先ほど言った姫かぶとアウト姫かぶとタイキックに出てくるムッツさんのボイスじゃないです。違うボイスを入れましたっていう、ちょっと凝ったことしたんで、ものすごくまあちょっと複雑な感じになっておりますが、気にしないでくださいね。まあとりあえずなんかあったら姫かぶとアウト姫かぶと大キック姫かぶとムツ様ペロペロチャレンジって書いとけば、とりあえず大丈夫だと思います。もうどうしようかな。まあいっか、とりあえず出すか。ちなみにムツキさんが残り2万弱でレベル99、ムツキ型で言うと多分4席目になりそうなのかな、ところまで進んでます。で今日はとりあえず最低条件、春限定の任務は終わらさないとやばいです。それは絶対に終わらします。まあ、今日もまあちょっと放送する前にちょろちょろちょろってカンコレの放送見てたんですけど、まあ結構やってる方いらっしゃるんで、まあそんなに来ねえだろうとは思うんですけどね。ということで、ルシフェルさん、こんばんは、いらっしゃい。今からですね、お散歩任務やりますよ。どうしようかな。まあ、まあ、残り、バシ2回、え？バシやったっけ？忘れちゃったな。やばい。待って、バシやったっけ？バシやったっけな。ちょっと忘れ、ちょっとですね、ちょっと、これ久々やからな。忘れちゃったんですよね。もう忘れちゃったんですけど、まあ仕方ないです。とりあえずは、思い当たるところからやっていくことにしますね。-2が辛いのでやめちゃった、その任務。やんなくてもいいような気がしますけどね。まあ、わかんないですけど。やんなくてもいいような気がするけど、まあ一応、もうクリア目前やし、やっとくかっていう感じですね。そうですね。まあまだ始まっ、まあまあまあまだ始まったばっかりですからね。いや、始まっていきなり飛ばされても、ちょっとそれはそれでピカは困ります。非常に困ります。カツンさん、こんばんは、いらっしゃい。なんか今日あれですよね、アーケードやりに行ったんですって。お疲れ様です。アーケードはどうもイベントみたいですね。 VLS？ いや、そんな武装知らんぞって。少し自分に自信が持てるようになるといいなって思います。ピカさんもそんな武装知りません。じゃあとりあえず2の2ダーってやっていこっか。まあキラ入っ、まあキラ剥がすついでにいいでしょ。あ、やばい、全部35枚になったわ今ので。やばい、全部35枚になった。やばいねー。
どんどん落としていかんと。いいんじゃない。資源はもうすでに35万なんで。なので脚部にブルスを搭載してるダイナゼノンってロボットのおもちゃを持ったヒューガイを描いて。もう正直言って正直言ってあのもうやることがないって感じですね。ということで、ナポさんこんばんは、いらっしゃい。サードトンネル、ですね、まあ次のアップデート、あ、それた、そっかそっか、ここそれるんか、マジか。ディーナゼノンの創作が監督の人にいいねもらいました。あー、初戦 D にしょそれるのか。まあ頑張ろう、これこれはそこで頑張ろう。ですね、ちょっとあの言いそびれたんですけど、今まあナポさんが、ナポさんだけじゃないですけど、あのパワープロネタの安倍アナウンサーのボイスあるじゃないですか、あれ今だいぶ入れたんですけど、また次のアップデートで追加するんですが、追加するんですけどね、あの新たにですね、ちょっと考えてるのがありましてですね、ウィニングイレブンっていう、ウィニングイレブンっていうゲームがあるじゃないですか、サッカーで。サッカーのゲームあるじゃないですか。それも実況あるじゃないですか。わかる人はわかるとは思うんですけど、ジョン・キャビラさんと、北沢剛さんですね。あれを入れようかなってちょっと思ってます。ただですね、ちょっとウィーレー探してるんですけど、ちょっとネットには転がってなくて、最悪ちょっとウィーレー買うしかねえのかなっていうのをちょっと考えてます。もしなんか、素材がもしネットに落ちてればちょっと教えてください。あの四つ目にご生、あの不問です。いやあれはな、ちょっとな、入れたいなって思ってるんで。そしたらあの安倍アナウンサーと北沢さんとあのカビラさんのあのボイスを複合させて、なんかうまいことをあの作れると思うんですよね。でそこら辺をちょっと今考えているところで、あとはそんなところかな。もういろんな他のネタも入れようかなと思ってるんですけど、ただちょっとウィーレはピカはサッカーは全く分かんないんで、野球は分かるんですけど、サッカーがもう本当にあのオフサイドの定義がわけわからないんで、正直言ってまあどれ入れればいいか全然わからないんですが、まあ、とりあえずはなんかそれっぽいなんか使いそうなボイスをちょっと拾っていこうかなという感じですね。はい、そういう感じです。稲妻イレブンですか。稲妻イレブンってな、なんかそれ違うやつですね。やばい、中ちゃんばっかや。そっか、ここそれちゃうんやな。それんのちょっと嫌やな。だったら三日月さんでごまかそう。でしかもこれ2回クリアしなきゃいけないんで、2回はしんどいな。とりあえず E さんのゲージちょこっと削ってきた。お、お疲れ様です。もっと頑張らないと。司令官、これなら来週は講談まで行くぞ。カッツンさんはあのブラウザではなくてあのアーケードの提督さんなんで、これなら今がもう勝負っていう感じですね。いい気配りね。嫌いじゃないわ。なかなか進まないね。進まんね。矢作さんはすでに回収を終えました。まあ今ちょっとカンコレよりもあれがしたい、やっぱガルパやな。今の時代ガルパです。もちろんキラ付けで大量にずっと一の子いてたら、あの宝生さんがいっぱいドロップしたんで全部使います。まあ、とりあえずキラ付けだけはちょっとそれはあの
継続してやってます。いいね、こういうの好きなんだ。え、まだ体育上がんの、すごいな。あ、99まで上がるんや。あー、でもロゴでこの費用型と費用型中心で、まあいっか。そうさ、ズイオンだろ。こんばんは。チーン。ヒドノブさん、こんばんは、いらっしゃい。艦隊司令部より入電。でも兵だし、位置はなんか噂によるとフルスロダイハツ持ち2隻いると2回で削れるとか。あ、そうなんですか。まあ、兵もな、最近アーケードだいぶ、もうアーケードも5、6年でしたっけ。まあ多分一筋縄にはいかなくなる時代ですよね。そのうちアーケードも手が導入されるんじゃねえかなっていうこともささやかれるかもしれないですね。5周年か。ブラウザは8周年、アーケードは5周年ですね。そしてバンドリは4周年です。あ、バンドリって言ったらごっちゃになる可能性があるんでガルパですけどね。どっちも一緒やねんけどな、バンドリもガルパもな。先生はガルパっておっしゃってますんで、一応それに合わそうとは思ってますね。で、タイトル表記はバンドリガルパ両方ですね。合戦用意、行くわ。うん、対空カットインが3回に制限。そうなんですか。3回1回の戦闘じゃなくて1回の出撃で3回制限ってなったらちょっとそれは厳しいですよね。選べればええのにな。あ、やったら。とりあえず、やっぱ、最初それた、最初いけ、最初なんかなんとかなったら、いけるか。敵を見つけたら、艦隊、あ、やべ、これ、制空、制空っぽい。制空っぽい。一回出撃。三回。制空っぽい。制空っぽいでーす。これはいけませんね。制空っぽいだわ。まあ、なんとかなるやろ。アガヌ型を軽巡と侮らないで。用意。行くわ。なんてことするの。これ S 取れるかな、生きるかな。近づけるわけにはいかない。撃て。撃って。後ろ。手法を打ちます。この人は対空カットイン頼りだったから。あー、そうなんですね。ヤハギ突撃する。でも俺は平満だから平気平気。ピカさんも平満です。撃て、あ、待って。長くをなめんな、やってやる。敵では離脱してください。ヤハギ突撃する。全部中破か。3分の4か。いけるな。このヤハギと野戦をしたいと。アガヌ型を軽巡と侮らないで。後悔しないで。近づけるわけにはいかない。てか、今カンコレじゃなくて、やっぱり ガルパでちょっと、いろいろやんなきゃいけないんですよね。もう全然アイテム足らないんで。まあ、ガルパやってる方しかちょっとわかんない話ですけど、今回の、モニカイベントってピュアじゃないですか。で、ピュアだから、ピュアだから、ピュアのかけらないんですよね。4周年イベントがピュアだったんで、めっちゃあそこで使い果たしたんで、全然黙ってないわけなんですよ。だから、全然の育成できて、チケットはなんとか足りたんですけど、ちょっと特訓や、なんだっけ、あれ、プレミアでしたっけ、あ、エピソードか、あれが全然解禁できないって感じですね。なので、もう、しょうがないから不完全な状態でちょっと
挑もうかなって今回思ってる次第です。あとはまあ、まあ、幸いですね、幸いなんだっけ、対バンではないからまあある程度はいけるかなって。あとそれとそれとあ何やったっけ、トライ目標ですからね今回は。まあ一応トライ目標は EX の半分までいこうかなと思ってます。てか EX の半分以降はなんか26、7、8、9のフルコンボとかなんでちょっとそれは無理なんで、まあ一手半分ぐらいですね。っていうか25のフルコンボが半分ぐらいなだったじゃないですか、4周年イベントの時は。前へ出ろの米嵐はある意味忘れない。ああ今日は まあまあまだまだまだあれですよ、常連さんっていうか SE 中毒者が誰一人ともいないんで、それだと思います。まああの時はだから長波提督さんが長波提督さんがいらっしゃった時、日はあの日がちょうどSE が更新された日だったんで、かなりもう中毒者がみんな寄ってかかってもうとりあえず打ちまくってたんで、あの時すごかったんですけど、まあいつもはそこまででもないです。そんな毎回の放送でSE 飛びまくってたらちょっとなドン引きです。まあ別に飛んでもいいんですけどね。飛んでくれた方がピカとしては喋んなくていいんでずっとSE で聞いていくだけなんでこんばんは。チテンさんこんばんは、いらっしゃい。ニデラはやろうと思ったんですがちょっと任務が終わってないんで、ちょっとカンコレを今日やります。それは不利になりそうだな。このヤハギが艦隊で一番なの。まあ何のために SE 連合でボコせるの気持ちいい。何のために今回何のためにこのボーイミちゃんに SE 突っ込んでるかって言ったら、さっき少しだけ夜つべでニデラ配信してました。まあ別にまあ盛り上げるっていうのも一つなんですけど、まあカンコレでよくあるあるなのがマウント取るバカがいるわけなんですよ。でそういうやつらを追い出すために、コメントさせないようにするために、コメント漏れさせもああ漏れさせるんですよ。みんな SE バーって打たしといて打ってもらって、なんかコメント来ても埋もれそううやむやにしてしまえば、それはそれで抑制になるんで、ピカとしても拾わずに済むんで、それでいいかなと思ってやってます。ようつべ配信マジっすか、行きますわ。じゃあシテンさんチャンネル登録しておきますね。ということでこれ終わりか。じゃあ終わりやけど、まあ溢れるからちょっと開発しとくか。まあ開発するのはまあもちろん電端なんですけどね。新たな仲間が浸水したようだ。楽しみだな。はい、ダメー。もう一発いきまーす。はい、ダメー。もうなんでやねん。はい、ゴミ。あれか。演習やっとこう。演習やって、ちょっと燃料弾薬落とそう。
五光線随格出撃よ。随格さんでいっか。まあよくあるあるです。電炭はね本当になかなか増えないんで、一番たまりにくい防気サイトをめっちゃはたかないと開発できないんですが、残念ながらそんな高確率で来るのは相当低いんで、 2% ちょいしかないんですよね。 2% ちょっとですから結構大変ですよ。だからまあ電炭開発するのは自然回復の時に、ですから着任してすぐの時に32号バーって開発しておけば後々楽になると思います。まあもちろんまあ今みたいに資源が乾燥してたら、まあちょっと必要経費で落とす程度で電炭3か6くらい開発してもいいんじゃないかなとは思いますね。僕は後者を選びました。前者だとイベント入った時にフルにイベント攻略ができなくなりますから、できるだけまあオール35万で突っ込みたいなっていうのは本音ですね。35万もありゃ多分なんとかなるやろ。おかえりなさい。今春限定のお散歩任務が終わりましたんで、それの経費落としに資源が溢れるんで経費落としに今演習してます。ワシントンさんはあと20万切りました。あと20万ないんですけど、レベル99までだいぶ近づいてきました。ジャストミート何がジャストビートやで。何がジャストビートじゃ。マザーフレッチャー SE 中毒委員長、こんばんは、いらっしゃい。委員長来ました、委員長。委員長が来たから、もう、この、膠着状態が、静寂が、なくなります。静寂が打ち砕かれます。沈黙は破られました。お疲れ様。 SE 打線爆発何が打線爆発やねん。さあ始めましょうか。ちょっとまあ前回の放送で話があったんですけど、話があったっていうのは、まあ、マザーフレッチャーさんが、にぎやかになりますね、マザーフレッチャーさんが就寝された後にちょっと話があって、フォアーボールってあるじゃないですか。フォアボールあるじゃないですか。フォアボール阿部アナウンサーのフォアボールもいいんですけど、なんかねサボテン先生がキボクラのフォアーと阿部アナウンサーのボールこう組み合わせようぜって話になって、それは次のアップデで、次のアップデで、うまいことを、つなげます。うまい、ちょっとええの作っときます。何がフォアーボールやねんフォアーボールじゃねえよっていう。確かに似てるけどさ、まさかそんな発想が出るとは思わんかった。しかもボールもなんかもうちょっとなんかねヒートアップしたイントネーションもありましたんで、それをちょっと採用しようかなと思ってます。ボールは普通のボールでいいんですけど、またピネだ。怒っています。カッカは怒っています。何がカッカカカカカカラス。さあ行こうか。僕は相手だよ。怖すぎるよ。この手法の本当の力。何がかっこはいいかってません。この方線で見せてあげる
ムカッカ常に切れてますからね。いやてかまあ、バンドリのドリベスガチャと、カンコレのイベントドロップボリ元いピカ放送局でいうカンムズ総選挙ですね。あ、一応前もって言ってきますけれどね、初見さん、まあ、てかイベント後にこのチャンネル見られている方もいらっしゃるんで、一応改めてもお話ししますと、ピカ放送局ではドロップボリっていう用語はあまり使いません。嫌いではないんですけれど、ただドロップボリするのは面白くないんで、初見さん、どうぞ前へ出ろ。今日は初見さん来られてないですよ。いただくわ。で、それはおや、初見さんおった？いや、いらっしゃってないです。何か特別な感じがする。ピカが言いたいのは、まあ、カンムス総選挙の話なんですけど、まあ、長波提督さんや D マニアさんもかな、イベント後に来られたじゃないですか。まあ、イベント後っていうのは前回のイベントですね。2020年の、秋イベントですから、暦で言うと2021年の1月中旬以降ですねに来られた方はご存知じゃないとは思うんですけど、ピカ放送局の、カンコレイベント配信は基本的にはドロップボリをやるんですけど、ただドロップボイするのはちょっと面白くないんで、カンムズ総選挙っていう今ぬいぐるみが6体並んでるじゃないですか。ここの下の欄にまあ、新規カンムズと未着任カンムズが立候補するっていう体で日本の選挙みたいな感じでやってるんですよ。でドロップしたカンムスを当選って言ってロップ出して、それで選挙するっていう、しかもまあ、選挙はあんまり選挙ご存知の方は分かるとは思うんですけど、衆議院と参議院の選挙ってそれぞれ地区ごとに分かれてるじゃないですか。カンコレのこのカンムス総選挙もそうで、 E1 選挙区に E2 選挙区 E3 選挙区みたいな感じで各選挙ブロックがあって立候補するっていう感じです。ですので前回の何だっけな、前回は E6 か、 E6 の時 E4 か、 E4 の時は武蔵さんとかコロラドさんが立候補して、もちろん当選させました。もちろん当選です。で、当選するのはいいんですけど、そしたら、一部のSE 中毒者が、この当選は未確定ってコメントするんですよ。で、しかも、まあ、ネタは、カイジの大月班長ネタなんですけどね。で、それだけじゃなくて、今回新たに入れた SE が、まあ、プロ野球実況ネタで、その当選は未確定不成立ノーカウントなんだ、なんだっけ、またこれよりめっちゃ長いけど、またレア感出した、なぜコボン感を使わない、なぜそんなにレア感ばかり頼るんだピカーみたいな感じで、そんなコメプロ野球の実況のバロディーのネタも作りましたんで、多分ある程度楽しめれると思いますし、まあ、多分打ち放題だと思います。そうですね、 BS 加賀さんはのこの総当選は未確定不成立ノーカウントなんだはこれ基本形です。これが発展形が、まあ今いらっしゃらないですけど、SE 中毒委員会の副委員長であるバラライカさんが発展系をバンバン投げてる感じですね。作戦成功しました。じゃあとりあえずこれは終わり。何もらおっかな。三式僕らもいっぱいあるかな。三式ソナでいっか。三式ソナを回収で共食いするときに使っていこう。あくまでサンプル。今日は今回核職人もらおうかな。いや、ここにしよう。
ドゥドゥーン。早水だったかな、遊びに来た時に SE が飛び交ってすごかった。あーあーわかります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 。多分ね、早水さん当選した時はちょうどフレッチャー任務をやってた時だったんですよ。でフレッチャー任務と終わったと同時に当選して、だいぶ荒れてましたね、あの時は。あのですね、あんなレベルじゃないですよ。打った強烈な当たりホームラン、キボクラチーム1位、1点3戦3円なんなんだ、うわっ、9回裏カッカチームの攻撃、ノーアウト、満塁のチャンス、バッターは打った強烈な当たり、サード正面、なんとトリプルプレイ、アイジアンダルジャーガ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 ーアイジンダートルドゥドゥドゥーン、トリプルプレイ。あー、ノーアウト満塁は素材ありますんで、ちょっとそれは入れますよ。ノーアウト満塁でトリプルプレーで試合終了は臭すぎるわ。それは処刑もんですね。愛心だめちゃくちゃや、めちゃくちゃですわそれ。ここは譲れません。今日はじゃあ21号で迎えしよっかな。未確定成立、ノーカウント、ノーカウントなんだ。これが第一発展系です。ダッシュダッシュさんこんばんは、いらっしゃい。第一発展系ですからね。 BS カガさんの、その当選は未確定不成立ノーカウントなんだは、これが基本系ですから、基本形ですから、まだ数学の教科書で言うと、もう公式みたいなもんですからね。で、今、ダッシュダッシュさんのコメントが、これが、まあ、ちょっと例題みたいな、ちょっと毛が生え、ちょっと公式にちょって使った例題みたいなもんですから、それが、練習問題発展形みたいな、そういう感じになってきますね。ですから、本当でも難しいんですよ。その当選は未確定、未確定、ノーカウント、ノーカウントなんだ、ノーカウントなんだ、ノーカウント。応用はやばいぞ、応用は本当にもうむちゃくちゃ難しいですよ。たぶんひょっとじゃ、マジかよ。はぁ、なんで失敗すんねん。今まで星6、7、8で失敗してなかったやん、最近。なんで星5で失敗すんねん、おかしいやろ。はぁ、成功しました。な、バカな。なんでやね。なんでな。矢作さんの任務やりましょうか。よろしくお願いいたします。なら早速、あるえ星5はですね、失敗します。超低確率ですけど、 5% とかその辺かな。ベルデさんこんばんは、いらっしゃい。星5が 95% ぐらいの成功率で、星6が確か 90% ぐらいだったと思うんですよ。で、あ、違う、 80% かな、そっちだったな。とりあえず星8までは80% ぐらいまで、 80% か 70% ぐらいまでだったんで、まあ基本的に、まあ、割とすぐ手に入れるような素材は全部、もう確実化なしでやってます。で、星9と10はさすがに無理なんで、それは確実化しちゃいますけどね。じゃあ矢作さんの任務でもちょこっとやっとくか、あんま時間ねえしな。1の4、2の5、5の3、5の5、5の3から行こうか。5の3ってさ、またレア感を出した。その当選は未確定成立、ノーカウント、ノーカウントなんだ、ノーカウント、ノーカウント、ノーカウント。
感、キラ付けなう。もう第二水雷戦隊、その野球実況と複合できそうやな。まあなんでピカはあのプロ野球ネタ持ってきたかって言ったら、まあピカさんもそういう時があったわけですよ。ピカ自身も何がどうかどうかどうか農館じゃねえよっていう。まあこのネタを、このネタっていうかそのまあ普通ないと思うんですよね。あのノノノノノーカウントとか普通ありませんもんね。で多分どこ探しても、どこの提督 YouTuber 探してもないです。ありませんありませんけど、あの海知らず夕方一番館海風なんかな、なんでこのあの耳確定とかノノノノノノーカウントって入れ始めたんやろ。まあきっかけはまあ凌介さん知ってると思うんですけど、あのスト2ネタのファ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 イが、はい、あの最初のあの始まりです。もう全部オリジナルですからね。どこ探してもないですからね。どこ探してもありません。いや最初凌介さんがファ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 イってコメントされてたんで、はい、大読みちゃんバフやないからすごく育てられてんな。なか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 そんな、どんどんこの作るかみたいな、作るかってそのポン出しソフトっていう、こうキー、点キーを押したらなるんですよ。でなるんですけど、それをファイって連打しまくったら今のような感じになっちゃったんですよね。あ、実はこのファ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 イのこの SE の感覚、これは私の連打なんで、私が普通に連打してそのまま一発撮りしたのをやってるだけなんですよ。ですからそういうなんか手作りで、完全手作りで作った SE は、何個か含まれてます。さすがにそれはタイミングよく押せなかったです。それは無理でした。この配信での SE ランクになれなければ、とっくに死んでたわ精神的に。まあ、ここで慣れちゃえば、もう他の配信で、配信はもう、面白くなくなると思います。いや、面白くなくならないわ、なくなるわけではないとは思うんですけど、あまりにも、濃すぎるじゃないですか、この放送って。SE 飛びまくる放送ってあんまりないとは思うんですけど、いやでもなくはないと思いますよ。他の配信で発表することはないだろうな、SE あっても。 SE あってもまあまあそうですね。まあですけどね、ほー、SE を使ってこうピカも含めてこうなんか盛り上がればそれでいいかなーっていう感じで入れていったら、やっぱり、そういうのが好きな方いらっしゃるんだなっていうのが率直な感想です。知らねえよ、知るかそんなもん。知らねえよ、知るかそんなもんって。すみません。怖いですもん。次のイベントがめちゃめちゃ怖いですからね。もう明らかに怖いですから。あー、ちょっと待って、これ、熊野さんは、キャリアーでいこうか、キャリアーで。140でいける ?140 でいけるよね。まあ、名誉案件は仕方ないです。今に始まったことではありませんからね。
とりあえずまずじゃあゴノさんから行ってみましょう。え、こいつ何言ってるんだ。わかりません。わかりません。水さん、突撃する。かかれ。まあ今月もう一回アップデートしますから。そうなんだ。委員長が直々にリクエストのがございましたんで、それもちょっとやろうかなと思ってますんで、楽しみにしておいてください。このヤハギと野戦をしたいと。もちろんなんか面白いわね。アガノ型を軽巡とは分からない SE ネタだけれども、なんかこれ作ってほしいっていうのがあったら、まあ作ります。ヴィランズさん、こんばんは、いらっしゃい。春任務が終わりましたんで、今から矢作さんの任務やります。よし、一気に畳みかけるぞ。こんちゃん、もう気に入っちゃったんかな。気に入ってしまったようです。あれかな、ちっちゃい通にチャーってもう全部汎用できるから。頭のいかれた変態だってそっとしだろうし。まあそうですね。では思い出させてやろうか。この俺を誰だと思っているのだ。陽介、フレッチャー対キックチャレンジ。少し痛いですよ。ガン首揃えていらっしゃいませ。ルーツ隊さん、どこ。何が、イエーイイエーイやね。このヤハギと野戦をしたいと。面白いわね。アガノ型を軽巡と侮らないで。かぶせるな。いや、うまいこといきませんでした。ダメでした。うまいこといかなかったです。ちょっと今キボクラの番号がちょっと見当たらなかったんで、適当に押しました今。いくつになっても冥王からのテンプレやん。わら。で、あとあれでしょ、他の凌介さん以外のリスナーさんのフレッチャーペロペロチャレンジでしたら、あれでしょ、ファ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 ン、あー、オフカイネックちゃん、ファ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 ーか、フィニーですよね。もうおなじみです。まあ、4つまでは暗記しました。5つ目からはちょっとわかんないです。ちなみにリスナーさん、あと視聴者さん、アウトタイキックはまだ初期状態なんで、まだタイキックは普通のタイキックなんで、変えます。あとでなんか変えます。フレちゃん、どうぞ。なぜフレちゃんを使わない。私は怒っています。なぜフレちゃんを使わない。私は怒っています。私行くわ。頑張るから。んなこと言われてもな。やられてしまいました。ね、危険です。アガヌガを軽巡と侮らないで。よく狙って。でよし、カカじゃないから。こいつ抜けへんな。お、今日116か。よし、一気に畳みかけるぜ。辻先生もな、なんかブレイクしそうかなと思ったんですけど、結局ダメでしたからね。きちえ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 。何がきちえやね。何がきちえって。俺の体の中にいるよ。どれ、タバコ行ってきますかねと。はい、いってらっしゃい。そうね。意外と。まあ矢作さんにも途中までやっとこうか。不思議ね。
あと戦火砲にもちょっと打ちたいですね。二の子は戦艦から空母と正規空母か、うん、随格さんやね。じゃあお疲れ。なんて戦艦、はい、随法もご一緒します。けしからん。カラスカラスカラカラス。四光仙人もやって随雲会に取ろうかと。あ、いいと思いますよ。随雲会には結構いい装備なんでおすすめですよ。じゃあ部長出すか。部長みんな揃ったのね。じゃあ川風さんもやめて、じゃあ課長が課長出張中、専務も出張中専務も出張中。じゃあ社長出そう。社長と部長じゃシデン会にですか。シデン会にはあれかな、なんだっけ、明日休みなのにメンテ落とす、なんだっけ、サラトカさんの任務かな。 F6 ほにゃほにゃほにゃの回収ですかね。だったら試練会にめっちゃいりますよ。明日メンテ、あーそうなんですね。これなら戦います。駆逐艦としてはかなりいい仕上がりです。明日休み、はい、随雲会にですね。ああ、そっちか。随雲会にか。しんどいな、随雲会には。いいわ。もうピカはちょっともう全然足らないんで。ああ、そうね。もうこれでいいかなって若干妥協してますけれど。じゃあもう陽介さん次はオールコだな。いけそうな気がするね。資源35万いったし、まあ、いいもう余裕でしょ。新しい艦載機いいじゃない。サンキュ。もうピカは新型もうぼちぼちやいますわ。よしぼちぼちでいきますわ。6連勝。新しい艦載機20年ぶりの逆転。さよならホームラン。マジっすか、おめでとうございます。なやかやでこれで貯金、これで借金全部返したんじゃないですかわかんないけど阪神は強いっすよね。今年優勝すんちゃうか勢いだと。いや、わかんないですけど、まだフェナントレース始まって1ヶ月ですか。阪神は連勝止まりました。あ、マジか。残念。お弁当食べる。制空は185以上で確保だからこれでいこっか。で、海風さん直す、三日月さんも直す。私の努力が足りなくてごめんなさい。ごめんなさい。お言葉に甘えてしっかり傷を直しますね。貯金さんです。200。1年ボーリック以来の逆転さよならホームラン。そうなんですか。新しい艦載機逆転さよならホームラン、なんか割とありそうな気がするんですけどね。そっか、ロッテはもう20年ぶりなんや。まあ逆転さよならホームランでやっぱり一番印象残ってるのはやっぱり近鉄の北川選手ですよね。しかも優勝決定、それで優勝を決定するという代打逆転サヨナラ満塁ホームランですけど、あれしか残ってないです。どこやったっけ。二の子か。二の子いきます。阪神はぽいヒットで阪神だぞー。軽順に入り出撃します。
ちゃんと踏めよってやつですね。あー、よくお存じで、しっかりと踏め、しっかりと踏めよ、ちゃんと踏めよ、ホームインですかね。よくお分かりで、よくお分かりで。BS カカさん、お帰りなさい。よう知ってんなぁ、もう。昔の、もう20年前ぐらいのプロ野球の話だったら、多分、ヒートノブさんとまともに多分、喋れると思います。多分ですけどね。洋介さんとはちょっと喋れないかもしれないですね。もう時代が全然違うんで。岡です。もうプロ野球再編問題からもう僕はプロ野球見なくなっちゃったんで、一応あの順位は見ますよ、たまーにですけど。でもどの選手が強くて何がなんとかなんとかっていうのは全然よく分かってないです。強いて言ったらリアル代打初打席満塁さよならホームランだっけ、リアル野球版で出てくる選手しか分かんないですよ。そうでしたっけ、初打席でしたっけ、そこはちょっと分かってなかったですね。分かってますよ、要するに分かってますよ、分かってますよ、要するに分かりません、分かってへんやんみたいな、分かってへんやんっていう、分かってますよってでもこれ分かりません、まっちゃん以外のボイス全部ジミーさんなんですけどね、なめとんのかぐらー、もうジミーさんです、実はジミーさんです。俺もそこまで詳しくないけど、確かニコ動に上がってたような、ニコ動に上がってましたね、上がってます、今も残ってると思いますよ。生きとったんかいわれ。ピカさんは生きてますよ。これが新しい五光線の本当の力よ。髄核には幸運の女神がついていてくれるんだから。もじゃじゃってこれ終わらそう。遠征帰ってきたらな、五の五組んでちょっとやってみようかな。もう五の五割ってるんで、今のうちにクリアしておけばいいか。まあ、とりあえずもう遠征から戻ってくるまで戦火砲ちょこちょこって打っていくか。いいな、敵や、カラス敵だ。田中健介タイキック、何が田中健介タイキックこれもうほんとかわいそうやな。田中タイキックって書いたら田中健介タイキックになるからな全部田中健介プロデューサーに矛先が行ってしまうっていういやもう仕方ないんですけど俺も粗大ゴミの楽園任務あるんだよな。4光線任務はまあ伊勢さんと日向さんの任務ですから、まあ最悪割らなくても面白いゲージ破壊前でいけんじゃねえかなと思ったりします。いけそうな気はしますけれどね。明日のメンテ後8周年任務あるだろうし、粗大ゴミの楽園割っておいた方がいいな。ああ。運命のことだ、粗大ゴミの楽園入れるに決まっている。可能性はあると思いますね。てっきり8周年とイベントを同時にスタートさせるんかなと思ったんですよ。なんですけどどうやら8周年はさっきやって、でそれが終わったら春イベですよね。だから多分4月いっぱいは多分イベントはないと思うんで、そう考えると、まあ、5月のゴールデンウィーク明けかな。ゴールデンウィーク中にやってほしかったな、できればもう。もうピカは
どうされますか？あの会社員提督なんで無理なんですよ。それもう前みたいにそんなことできないんで、その一日中ずっとカンコレ放送するっていうことができなくなっちゃったんで、土日しかできないんで、祝日と、まあ、あの長期休みがすごいあの重要だったんですけど、まあ、残念ながら無理で、しかもあのゴールデンウィーク中はどこも出かけられないっていう、なぜかっていうと車検出さないといけないんで、ゴールデンウィーク中に出すことになっちゃったんですよ。まあ、ちょうど車買った時があのゴールデンウィーク手前だったんで、どうしようもないんですけど、まあどうせもうコロナ真っ只中なやかやし、出かけれるわけないから、私の研修チュ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 でできるか分かりません。まあもう仕方ないなっていうこと、ああ確かマザーフレッチャーさんも新社会人ってとこですもんね。あのまあなんとなく、まあ、もしあのあれですよ、凌介さんなんか悩んだらピカに言ってくださいね。ピカさんは新卒で入った会社は待遇は良かったんですけど、パワハラ系ブラック企業だったんで、かなりやばかったです。はい、よく7年間もまあ役職付きで働けたなと思うんですけど、逆に奇跡だと思うんですけどね。今はまあだからあれですよ、ピカも凌介さんも同じ新社会人鉄徳ですからね。新社会人では、ピカは新社会人ではありませんけど、まあ、ピカは転職した身なんで、中途採用で。それについて の内容は、しあさっての、しあさってピカさん、新しい仕事。今日水曜日でしょ、僕、金土、だからしあさってや、しあさっての土曜日、あの講演会で、そこら辺をちょっと話しようと思う、話題出すつもりなんで、講演会24日は、もし興味があったら、見に来ていただければなと思います。あの講演会 YouTuber さん一人ちょっと呼びますんで。同じだね。ブラック企業って2つあるんですよ、知ってます皆さん。1つが、私も社会人提督。本当休み中にイベやりたかったね。1つが長時間労働のブラック企業です。で、ただ、このブラック企業、長時間ブラック企業は、まあ、人によっちゃ、天国っていうパターンがあるんですよ。で、これなんでかって言ったら、長時間労働でも自分のためになる長時間労働だとか、もう俺仕事、この仕事超楽しいわって思っている人は、まあ、長時間もクソもないんで、それはいいんですよね。だから、あとはまあ、まあ、サビ残か残業代出してるか出してないかによっても違いますけれども、まあ、残業代出してないサビ残横行する企業はブラックかもしれないですけど、まあ、普通に長時間労働はそれ自体は悪いとは僕は思ってはいないですよ。ただ中にはその残業代をちょろまかして人が足りてるように見せかけているのはブラック企業なんで、それは気をつけた方がいいですね。で、もう一個がやばい、まあ、それは、例えば内定先の企業ところに、遅い時間にちょっと見に行って、明かりがついていたら、そういう企業ですし、まあ、ついてなかったら、大丈夫っていう感じですね。で、もう一つが、まあ、僕が前の職場っていうか、まあ、その前もそうなんですけど、やっぱりパワハラ系の、ブラック企業っていうのがやっぱり怖いですね。あれは実際入ってみないと分かんないんで、で、まあ、土星罵声の嵐でしたね。部署関係なかったです。部署関係なくて、部下長みんな、部下に罵声の嵐で、こうなんか、めっちゃなんか、もう聞こえるんですよ。もう、隣の部屋から、こう、怒鳴る声が、聞こえちゃうんで、もうすごくですね、怖かったっていうか、まあまあそれが普通かって慣れちゃったらおしまいかもしれないですけど、まあ何よりも上司がふんぞり返ってた感じだったんで、まあ僕も役職ついた時は正直言ってふんぞり返ってました。
もうそれが辛かったです。でもあれですよ、今言ってる会社で上司がクソだったら、こうは存在しない。だからこそ新しい仕事を始めたピカさんに対して全員ありがとうございます。ありがとうございます。まあピカさんもよく社会復帰したなって自分でも思ってます。奇跡だと思いますよ。で上司がクソだったらマジで自分もそこに、まあ、会社にいるとするじゃないですか、その人もクソになりますから。だから僕もどちらにしてもゴミな存在になってたと思いますよ。きっとですけど、だから辞めて転職して正解だと僕は思います。だってそれはだって仕事中に2チャンネル見てるもん。仕事中にさ2チャンネルは見るわ、知恵袋書いてるわ、そして何だっけ、ソートアンドオンラインのホームページ見てるわ、でカンコレしてるわ。いやマジでそうなんですよ。もう暴露してやろうかって思うんですけど、本当に仕事中にカンコレしてるとかふざけんなよって思いますよ。アホちゃうかって思って、給料出てる時間帯にやんなボケって思いましてね、もう考えられないんですよ。それで高い給料、めっちゃやってる人とめっちゃサボってる人の給料が同じだったらもうそれやる気ないですし、それは心が疲弊しますわ。だって頑張って仕事してる人が怒られてるばかりですから。でも片や仕事サボってる人はもう見放されてるけれども、まあ、社内ニートみたいな感じだけども給料同じだったらそれはモチベないですよ。みんな辞める決まってるわっていう感じですね。これはひどい。だから本当に皆さん気をつけた方がいいですよ。社内ニートになったらおしまいですよ。仕事中はそういったことしてほしくないな。休憩中に息抜きで遊ぶのが楽しいのに。そうですそうです。休憩中は僕もやってましたよ。昼休み中とか休憩中に係長と一緒にこうカンコレ談義しながら、一緒にタブレット2人で持ちながらカンコレやってたっていうのは、これはよくある話です。それは全然いいんですよ。でも仕事中にさ、納期が切羽詰まってる中、僕はなんか上司からこうなんか切羽詰まった案件振られてやってんのにもかかわらず、で方やもうなんか20年ぐらい年老えてるあのちゃんが2チャンネル見ててふざけんなよって話ですよね。でそれでその人の案件がこうなんか遅れるからって結局誰がそれを尻拭くかって言ったら他の人なんですよね。まあ僕もそうだったんですけどね。そりゃねえわという。そりゃ心がそりゃ疲弊しますよ。そりゃしかもサビさん横行してたんで月に6、70時間ぐらい残業してたんかな。でも6、70時間って言ったらまあまあ結構やばいんですけど、まあまだ身体的にギリギリ持つかぐらいのレベルですね。6、70時間って80超えたらちょっとやばいですけど、でもまあその前に精神的に持たなかったですね。しかも精神的にやばいっていう風に上司に3回も警告、2回警告したのに2回ともスルーしましたからね。でしかも有給申なんかねなんか使用で1日休もうと思って休み申請したのに、その後なんか会社来て、でなんかお前開発終わらす気あんのかボケとかなんか言われて、はぁみたいな1日ぐらいええやろみたいな、そういうのがありましたね。で自分は休むんですよ。バカかよっていう、アホかよっていう。それで信頼ボーンって下がりましたね。信頼度がめっちゃ下がって大きな沙汰じゃねえな。もうこの会社ではちょっと僕もやってけへんわっていうのはちょっと心の中に。吉、なやる、
の分かる。もやもやもやってしてたんですけど、でもなんで何こう月で数回は80時間前までやるとおかしくなりますよ。まあおかしくなりました実際に。もう80は言ってなかったですけれど。でそれでまあ2年間、まあ、うつ病が、まあ、うつ病は実は今回だけではないです。もう何回かなってますよ。でしかも2012年に社会人、2012年の3月卒業なんで、その翌年の2013年にもうすでにうつ病になってて、勤務しながら休職しない程度で通院しながら何とかやってきてたんですよ。それも上司に話しましたね、4年後に。そういうなんか上司っていうか、まあ、上司補佐の方がそういうこと言われたんで、もうじゃあもう言ってやるわみたいな。この辺休み取れへんかったらどういうことか分かってるやろうなっていうような感じで、ちょっと半分脅しのような感じでうつ病カイミングアウトしたんですけど、まあ、結局聞かなかったですね。だそういうやっぱ聞かなかったんで、やっぱりまあ、その会社はまあコマとして使うことしか頭になかったんだろうなと思いますよ。まあでもそういう会社はいつかは因果応報でしっぺ返しが来るのは目に見えてるんで、そう長くはないです。それがたとえ大企業であろうが中小企業だろうが零細企業だろうが関係ないです。内部調査部としてはその部署を告発せざるを得ないってなれば違ったのに。告発すればよかったんですけどね。告発してもよかったですね、確かに。でも残業って2年経ったら時効が終わっちゃうんで、結局もう泣き寝入りなんですよね。まあですけれども、まあ上司の誰ごとは用意始めてください。行くわ。そうだねー、適当に流してもらわないで。まあ流せればいいんですよね。でも仕事もまあ誰、まあまあ後輩先輩後輩関係なしに、まあ仕事が遅い、真面目にやってる人もいたんですけど、でもほとんどの人はやっぱサボってましたね。サボってるし、ほうれん草でけへんし、で協力しないし、まあ中小企業だったけど、でももう300人近い中小企業だから、もう実質もう中企業って言っても過言ではなかったんですけど、一番やばいのはやっぱり個人でやっぱ動くような企業ってやっぱりダメだと思うんですよね。全部艦隊増殖してます、飽きまへんな。合戦だ、組織なのにさ個人で動くとかクソだろうと思って。いやこれがな5人とか6人とかしかいい品企業やったらわかるよ。それはもうわかりますよ。てか僕はもうあえてそういう企業行ったんですけどね。もうあえて少ないとこ、あえてもう規模ちっちゃいとこ行ったんですよ。もう。だから、僕は機械詳しいんで、その、なんか機械設計、まあ、機械設計に特化した部担当になってるんで、まあ、もう先輩社員から、先輩社員っていうか、まあ、上司から、教えていただきながらやってますね。そういった会社の上司に限って提言した途端、って切り捨てるし。そうなんですよね。だからもう全艦白地に補給よろしく。どうされますか。まあでももう終わったことだし、しょうが終わったことだし、えっかって思ってます。だから二の舞、まあ二の舞っていうか、僕以外の人がそういうことを起きてほしくないんですよ。それな。だからそれがまああるんで、それをまあその経験談を喋ることによって、まあなんて言ったんやろうな、まあ別に、なんか参考になるかどうかは分かんないですけども、まあ、それでなんか、まあ、一部の人はその新しい艦が浸水する、まあ、ピカンさんの話を聞いてすごく分かりましたとか、明日が来るんですよって社会になってほしいです。まあ、しくじり先生ではないんですけれども、まあ、いろいろしくじったんでこの2年間は。
2019と2019年から2021年、ちょうどあのうつ病で休職したのがちょうどこの時期なんですよね。この2年前がそうだったんで、まあ、あの時はもう僕は会社辞めようってずっと思ってたんですよ。で、本当それです、辞めようって思ってたんですけど、でもやっぱりちょっと自分の担当していた案件がどうなったか分かんないからって思って、上司からちょこちょこって聞いてたんですけど、その上司も結局ピカ来んなって言われたんですよね。郵送してくれって言われて、誰もいない、その上司しかいらっしゃらない5時半以降に行ったわけなんですけど、じゃあなんでって聞いたら、他の人に迷惑になるからって、気を使っちゃうからって、いやそれは違うでしょって言って、おかしくないですかって言ったら、それはピカ本人が気遣うんじゃないかって思って、いやその手の、いや話を勝手にすり替えんなよボケって言って、今お前言ったのは他の人がピカを気を使うからうんぬんかんぬんって言ったんちゃうんけって言って、なんでそこが突然僕についての話になんねん、わけわからんだろうって切れて、おちょぐってんの、おちょぐってんのがボケって言って、電話してこいって言って、でまあ課長なんですけど、電話かかってきたのは部長だったんですけどねでそこの話はこっからで、そのもう課長のことはもう信用できませんと部長に言いました。で部長は、いやもう誰々部課長はもう本当に自分の仕事で手一杯って、ふざけんなよって、なんで課長が仕事手一杯やねんって言って、お前マネージしろよって、課長はマネージするのが仕事じゃねえのかよって、成功しました、もうちゃんちゃらおかしかったんで、了解いたしました、もうこの会社やってけねえなっていうのが、まあ最後の決め手となりましたね。それが夏、この新ピカ放送局始める直前かな、1ヶ月前くらいかな、だから8月か9月ぐらいですね。もう意味わかんないでしょ、まあ、確実にまあいじめに来てるっていうか、もうなんか課長にキレてるところ悪いけど、こんちゃんシェンクさんこんばんは、いらっしゃい。え、荒潮課長にキレてませんよ、荒潮課長は超有能ですから、意味不明令和企業幹部荒潮課長は、俺はゴミ箱じゃねえんだよ、ゴミみたいな扱いされてるやん、だからやめてやるって感じ。まあそんな感じかな、意味不明やな、もう意味わからない、まあ僕も含めて意味不明なことを抜かしてる人が多かったんで、まあ話通じなかったんですよね。話通じなくても、ミスター棒読みハッカー神、話通じなくても利益出てるっていう時点でもう頭おかしいんで、少し痛いですよ、まあ離れてよかったなと思います。でそれでまあこれからはどうするかって言ったら、まあ僕のこの2年間の暗黒体験を、今ご飯探しの旅に出てます。あ、そうですか、え、出てますってどういうことですか、どうしてだよ、いかにせよ出てますってまあそのピカの、まあ、しくじり体験をですね、まあ包み隠さず今回は講演会として話を出そうかなっていうところで踏み切ったわけなんですよ。でしかも翌日が艦隊コンサル会なのにもかかわらずいやしょうがないですよね、今の職場やめてやるって言いながらも10年目の勤務、あー田中健介タイキック、ピカさんに罪はないです。まあピカに、まあピカは、いやピカにも罪はありますよやっぱり。ああそう、まあこれも因果応報になるんですけれど、その上司、部下は上司の背中を見て育つわけですから、上司がパワハラをしてるっていうことは部下がパワハラするに決まってるんですよ。で上、まあパワハラはパワハラまではいかなかったんですけど、
やっぱり上司が、どういう問題じゃねえ？上司が部下に対してきつく言ってるんだったら、その部下が上司になった時に部下にどう接するかって言ったらきつく当たりに決まってるじゃないですか。僕もそうで、上司からきつく受けたから、僕自身は役職ついた時に部下ができた時にその部下にも、まあ、部下ももちろんそうだし、まあ、例えば営業から電話かかってくる時に、まあ、問い合わせ電話ですよね、いう時にきつく当たっちゃうっていうことはありましたけど、でもそれを上司はピカお前今の対応は何なんだと、今のはちょっときつく言い過ぎじゃねえのかって言われたんですよね。だからそれ自体は僕は何の問題もないとは思ってるんですよ。僕の責任なんで。それはいいんですけれど、じゃあそれをそっくりそのままブーメランで返したら、あなたもそうじゃないんですかっていうところなんですよね。ピカに問題があるんじゃなくて、他に問題があるんじゃないかと。上司が、全部 100% ピカが問題っていうことを、それ鏡どうぞじゃね？いうふうに言ってるんですけれど、いや果たしてそうなのかよっていう。じゃあなんでピカが部下に対してきつく言ってるのは、これはどういう根拠で来てるのかっていうことを模索、思考停止している状態だから全部ピカが悪いっていうふうに言えるわけなんですよ。これがちょっと頭ひねれば、いや実は経営者側に問題があるんじゃないかと、経営者側がもうちょっとこう部下に対しての接し方を変えて改めなければいけないんじゃないかっていうことを気づけられなかったんでダメだったんですよ。そういうことなんですよね。まあこれがまあブーメランというか、まあちょっとまあ倫理の用語で言うと、まあ人は鏡ですよね。ということで、この後ちょっと準備しますね。なんか、いけそうな感じなんで。どうしようかな。矢作さんがトップだから、どうしようかな。どうしよう。どうしようかな。やるもんなら、やってみな。どうしようかな。どうしよう、通常ボスか。ということはこれは中央下か、中央下か、上で行けや、上はもう、上はお帰りください。この話を今度の会社で行かせばいいんですよ。後悔するよりこれからの生き方ですよ。そうですね、電話かかってきたので今日はお先に失礼します。はい、お疲れ様です。また遊びに来てくださいね。どうしよっかな。でも武蔵さんだったら伊勢さんにするわ。これ長戸さんでしょ。で熊野さんでしょ。お疲れぴょん。で駆逐二隻か。お疲れ。一人は絶対に。あ、じゃあいいよ。いいよ。フレッチャーさんで行く。フレッチャーさんで行く。社会ってのを感じます。こんばんは。観光で見学します。ファイヤーバードおじさんことよちさん、こんばんは、いらっしゃい。ガルパーイベント始まりましたね。ピカさんはちょこっとだけやってましたけど、ガルパーイベント配信は後々やりますからね。楽しみにしていてください。やばい、ボウスケさんが壊れ始めたんですけど。なんかそこでもうこんちゃやね。まあ今度の会社は正直言って人数がマジで少ないんで、個人プレイになると思います。でもそれで割り切れるんだったらいいじゃないですかというところですね。一人でいろんなことをしなきゃいけない状態ですから、もう仕事をサボることはできません。いや、まあ手を抜くことはできるかもしれないですけど、そんな2チャンネル見たりとか、カンコレしたりとかっていう人は、まあ、いないと信じたいです。ブラックのサラチ隊抜けたのに最後で起きるとか。あるあるです。ブラックは残念ながらピカさんは、ダメダメなんですけどね。
雲レーダー上がるんやな。素敵ね。そんな涼介さんは 2DX やってますか？ちょっとごめんなさいね、ピカさんはちょっと 2DX あんまりできてないんですけど、ちょっとやります、結構バッチリじゃない？これってば足りっかな。100あれば OK か。100あれば大丈夫か。モルフォの新曲アップ撮ったくらいしかやってないバンギラスドユーズ、やばい。ダメです。ダメです。建設用でブラック経験してます。カツ丼屋が見えてきた。建設業でブラックか。まあちょっとヨッチさんが来られる前にそのブラック企業にも2種類ありますよって話をしてたんですよ。あのただ単長時間労働のブラックと、パワハラ型ブラックですね。僕は後者のパワハラ型だったんで、パワハラっていうかハラスメント型ですね。そういうブラック企業は一番立ち悪かったんで、まあ精神的な、病で倒れる人がたくさんいらっしゃいました。水上マスで横選んでしもたー。両方じゃね？さっき言ってた感じ。まあ、両方当てはまるっていう企業もありますよ。ちなみにピカ放送局はどんな、どっちのタイプかって言ったら、前者の長時間労働タイプでーす。もう許さんぞって気持ちになりますね。勝也は、俺は、竹やな。ピカさんは、ピカ放送局は長時間労働のブラック企業です。いや、前回のカンコレ放送やばかったですからね、もう。とりあえず。8時間とかもう頭おかしかったからな。めっちゃペロペロチャレンジ。あかんで。でも飲んでリラックスしない。放送しすぎだよあれは。働きすぎ。あれはちょっと働きすぎてるんで、ちょっとダメですね。この並走は、さらに強く。でももうハラスメントはなかったですが、自分の場合は長時間労働ですね。運悪ければ休日なし。ああ。フォルちゃん。ペロペロ。その長時間労働でも、そんなにしたのか。長時間労働でもその楽しきりゃいいですよ。この長と楽しかったら、だってそんな10時間も20時間もやっても、まあ20時間は言い過ぎかもしれないですけど、体がぶっ壊れない程度だったら全然いいと思うんですよね。ただ問題なのは、ありがたい、苦痛なのに働かされてるっていうのが一番辛いですね。もらってあげてもいいけど。だからやっぱり今後はまあ僕もダメなものはダメって言えるような、ダメですダメです、人間にしなきゃ、人間にならなきゃいけないなっていうことはちょっと考えてますね。パソコンとにらめっこ。お邪魔虫フィーネー。違うんかい。フィーネーじゃないかい、そこは。どうしよっかな、とりあえず。いや、陽介さんが行かれてまーす。陽介さん壊れてまーす。Thank you so much. 試してみます。いっか。Everything is going well. 156ってやば。何か、フィーネーやね。提督さんのためなら、夕立最高に素敵なパーティーしましょう。給料の賃金が仕事量と合ってたとしても、辛いものは辛いのかな。まあそうですね。こんなの壊れてるうちに。入ってねえんだよこの野郎。対面をやばい、やめろや。ファーカファーカ。何もなかったら作業員に怒られる毎日。頭が働かない、疲れてる。大丈夫、戻りました。メイオイル、皆さんお疲れ様でした。まあ怒られるのはまあ別にその叱責ぐらい、叱責は別に僕は悪いとは思わないんですよね。まあ褒めて
こう見えてピカさんは精神論で語るアホなんで、アホな人なんで、どうしようかな。あれか、これ道中にしとこっか。陽光線出撃するぞ。やめろ、死にたくない。出撃します。あんまり精神論は良くないっていうのは分かってはいるんですけどね、無意識に出ちゃうっていうのが現状ですね。吹雪さんで行こうかな。さて問題です。ナポさんが箱に、ナポさんが今の親バイで箱ったか箱らなかったか、答えは箱りました。まあ長時間労働も月残業80時間近くは経験したことあるけど、その間帰宅後にやってた観光でのイベントい外ろくに進捗しなかった。6800点からどう1位になれば良いですか。まずはピンフのみで上がって、でその次にメンチンでリーチして、メンチンで上がれば1位になれると思います。それを、それを3回上がれば1位になれますよ。ただちょっとここで分かんない、トン何曲、トンダブル100万ぐらいしかないかな、何曲目かちょっとわからないんで、そう3回といっても、もう何4曲だったらもうダメですよ。落ちます、おやすみなさい。お疲れグレカーレマエストラーレ。お疲れグレカーレマエストラーレ。100万曲、はい、お疲れ様です。また遊びに来てくださいね。対面にリーチされてます。お疲れ様です。ヒューガがびっくりしたら結構バッチリじゃない？これっていいんじゃない？ヒューガがびっくりしちゃうかな？結構バッチリじゃない？これってまああれですよ、カツ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 カーレ。やっぱり環境が全てですよ。無理やな。いいね、いいが、かーかっこいいな。能力高くてもやっぱり人間と合わなかったら意味ないです。80時間前あるが合わせて夜勤もだからもうって感じ。意外と私3朝を出す。無理やんそれ。ナポさんが親じゃなかったらもう無理ですね。諦めましょう。諦めて箱りに行きましょう。現在私親。じゃあ先ほどと同じですよ。答え同じです。まずピンフで上がるでしょ。ピンフだけで上がって連チャンするでしょ。で2回目はリーチしてメンチン、リーチしてメンチン、リーチしてメンチンを3回上がればトップです。ほらいけるいけるよ。誰睨まれた。なんで怖い。はい、なにここ。こんばんは。ミスターつくしさん、こんばんは、いらっしゃい。一瞬誰かと思った。これ一瞬だ、一瞬誰と思ったんですけどね。カンちゃん。カミちゃが振り上がった。カンちゃん。ファ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 ーか。じゃあ。年金から。こんばんは。お疲れ様です。ピカさんもいろいろあってその経験を伝えていただけることで他の人も新しい選択肢が見つかるならそれはやらかした以上に意味があることだと思います。カツヤの目の前で睨まれて怖いのよ。入店できたからよかったわ。マジ疲れた。まあピカは本当にしくじりまくった人生ですよ。明日休みなにゃ。お、マジか。もうしくじりまくったんで、正直言って、まあ、人生が好転すればいいのがいいなとは思うんですけどね、なかなか好転しないですね。まあでも、仕方ないと思いますけどね。とりあえず、一応準備はできたんで、これで行ってみようか。ちょっと待ってね。作敵は 66? あるかな？ 66?
66か。66は当たんねえな。今回のガルパはボーダーがとてもとても低いので500日300狙います。そしてパソコンでやると普通に麻雀を打ってしまうことが分かった。500か300。あー500いいですね。すげえな500いって。そんちゃー注文が確定してあとは届くのを待つだけです。楽しみ。じゃあつくしだよ。孫かだよ。孫ちゃーかい。孫ちゃー買っちゃったんか。まさかの孫ちゃー注文したんか。どうあれですね。あ、じゃあ孫ちゃー来たらフレッチャーダンスしてくださいね。え、フレッチャー。そういえばコンサル会だそうかなと思ったけど当日も仕事でどうしようか悩んでるっす。モニカだぞ。本気出すやろ。まあミスターつくしさんはつくしさん推しですから、そりゃまあまあ行くでしょうね。当然ながら行かんとダメでしょうね。モニカ、あー新曲アップしたくらいで終わってる。たっぷり。チュ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 。やってるじゃねえか、おなか。環境がすべて。分かってるやろ。大丈夫。俺も仕事だけど。マジ特訓前とか特訓後定定。これでいこう。階層やはり。ちょっとこれで試しにやってみまーす。まあそうなるな。試しに5の5行ってみまーす。帰宅時間に合わせれば。で帰宅時間が5日だな。久々に5の5やるな。合ってるよね。まだやることあるんで落ちます。はい、お疲れ様です。また遊びに来てくださいね。地獄を楽しみな。戦艦でしょ。いけるよね、これで。武蔵さんじゃなくて伊勢さんにしたけど大丈夫やね。通るやんな、これ。多分通ると思うんやけどな。行ってみよう。とりあえず行ってみよう。出撃します。え、22時やん。もう寝るぞ。もう終わるぞ、放送。もう放送終わらせるぞ。お疲れ。どうしようかな。戦火砲の任務、あ、でももう矢作さんの任務終わったら、とりあえず戦火砲撃と。次の放送は南中ポイントトイトイドラ4行くわ。ヤハギ少し突撃する。痛いですよ。ピカさん、粗大ゴミの楽園。私は帰ってきた。その1回で終わりでいいんじゃないかな。そこでヤハギ満州やん。突撃する。よりどり緑っぽい。ヤハギいけるかな。そっか、1回で終わればいいな。海域突破したら抜けたで使えますね。あー、確かに確かにそうだ。抜けたもなんかヒートアップした抜けたーもありますし、普通にあの左中間抜けたセンターバイヒットみたいな、そんな感じで落ち着いたあの実況もありますんで、もうちょっと阿部アナウンサーのネタ増やしますよ。さすがね。あの抜けたーが僕の中ではこれ一番好きです。粗大ゴミの楽園抜けたーとか。そうですね。の走行を抜けたーって方法も。なんだっけ、あと貴重な一点が入りましたとか、なんか使ってらっしゃいましたね。全部ほえちゃん髪の毛髪の毛ヒートノブさんがキレられるんでダメですよ。ヒートノブさんがキレられます。よし、伊勢攻撃隊。まき艦隊決戦か。やめろやめろ。近代兵装舐めないで。少しヤハギ期待で刺激する。髪の毛やめろ。よりどり緑の髪ハブが長型を軽順と侮らないで。やめてー。そっか、そうな
なるよね。何において貴重な一点が入りました。なにが貴重な一点が入りましたってなに。カレンさん、こんばんは、いらっしゃい。抜ける髪がないから私の勝ち。マジか、マジかよ。放送お疲れ様でした。ちょこっとだけ見てました。ちょっとコメントはごめんなさい、できませんでした。今度コメントします。申し訳ないです。カツ丼来ていいな。いやちょっとな、ピカさんがコメントしたらな、ピカがコメントしたらな、みんなピカさんだってなんか言われそうです。ちょっとそれはなんかなと思ったんで、ちょっとロムが多いです。っていうか普通ロムが多いんですけどね。ということでシェンクさん、いってらっしゃい。ドラゴン678、ハネマンですね。ピカ大キック、いってら。まあ視聴用赤にしてるからまあバレへんねんけどな。あの放送見てらっしゃる方しかわかんないです。その気持ち少し共感できます。わら、そうなるよね。全手法聖者へー、下がりませんよ。もちろん来られた方は、あの来られた方が、あの常連の方が放送されてたら行きますよ。それはもちろん行きますけれど、それはもちろん行くんですが、だいぶ良い。カレンさんぐらいの規模になってくると、ちょっととコメントすんのがうーんってとこなんですよね。え、ピカさんが来たこと分かりません。もうちょっとこう心にこうブロックが差し掛かってくるんですよね。例えばナポさんの放送だったら全然クーゼムズに天皇陛下万歳ってポーンって打っちゃいますけどね。ちっちゃいと、人数少ないところは気軽に行けるんですけど、人数多いところなんかどうしてもコメントしづらいなっていうのはあるんですよね。まあピカ放送局も後々そうなってくるんであろうとは思うんですけれどね。個人的にはちょっとあんまり言います嫌ではないんですけど、でもやっぱりもうピカ放送局もビジネス化したいしな、収益取りたいしなって。もうちょっとで600人じゃないですか。だからあと1年ぐらい頑張ってやってたらいつの間にか多分1000人いってるんだと思います。きっとですけれど。支援は出してないよ。支援は出してませんよ。あーマジか。あ S 勝利終わったわこれ。待ちに待った艦隊、これはもう無理や。残念ながらもう終了です。落ちません。もう座れて終わりやろこれ。これちゃん対対して強烈な当たり。ただそもそもここってある種初見殺しもあるから、そこが耐えられるかだな。初見がマジか。三冠突撃。暗冠三冠マジか。暗冠三回で三冠突すげえな。じゃあ必然的にあれじゃないですか、三暗号三冠突じゃないですか。やりドラ乗ったら、だって3暗号3関数400確定じゃないですか。で、それで、ドラが2回乗れば、それで、数えですよ。利益すれば数え役満ですよ。13役満で。ドンカーン！あれ？あ、カーンは違ったっけ？カーン入れたと思うんやけどな。ローンも入れました。ローンもすでにその時点で満貫確定。万全の状態。そうですね。ハネマン。申し訳ありません。いい気配りね。嫌いじゃないわ。
今のはしょうがねえか。ね、もう一回行きまーす。そういうことなら私からも仕掛けてもいいのかしら？ね。まあ。23時までちょっと粘ろう。23時過ぎたらもうやめる。やめるも。第二水大戦隊機関矢作水産。夢見すぎたか。突撃する。何がマネマン振った。羽マン振ったら羽マンあるあるですけどね。あーでもなー数貫通上がったことないんねんな。上がったことない役マンは数貫通、数貫通と何やろう、大数シーぐらいかな。スワンコーで上がっとけばよかった。なに？スワンコーで上がっとけばよかったってどういうこと？スワンコーテンパってたんかな。やるな。ダシュさんはいますけど、どうしようかな。入れてもよかったかな。ちなみにあの1席だけじゃないですからね、3席いますからね。3席また田主さん3回当選してますからね。ありがたいです。ていうか今のは狙ったんか。今のはあのどうしようもね、するつもりだったんじゃね。さすがね。スワンコーつもって結構早い順目だったから、とりあえずスワンコー短期待ちにしてたのよ。わあマジか、ダブル役マンか。艦隊増速合戦。あそういうこと、スワン積もってたけど、ね、スワン積も捨てて短期待ちに変えたっていうことが。マジかよ。すごいな。そうだ。関西軍の突撃。そんなことはピカはできねえな。上がっちゃうな。で、暗海で乗ってくれば数貫通。数貫通短期待ち。それトリプル役前になるんじゃないですか。胸が熱いな。素直に上がっとけよ。多分なリアルマージャンだったら、まあもう顔に出るからバレるよ。多分バレます。また私の戦果が一番なの。少なくともピカが多分スーアンコをテンパイしたら多分顔に出ると思います。だからリアルマージャンはしたくないんですよ。リアルマージャンで賭けマージャンはしたくないです。あんな顔に全部出ますから。ほんとピカさんは嘘ついたら全部顔に出ますから、嘘つけられないんですよ。嘘ついた瞬間に顔に出ますから、もうバレてますから。あの嘘発見器よりも正直ですから。いいえって答えたら全部顔に出るんで。だから最初から嘘つくつもりはないです。リアルマージャンは三巡目で告示上がったことあるわ。かけないでならリア打ちしたいね。ああそうですね。リア打ちしたいですね。ちょっとなー、だからコロナがもうちょっと落ち着いたらな、オフ会したいなとは思ってるんですよ本当に。オフ会したいんですけど、今オフ会なんかしたら多分白い目で見られるのがオチなんで、ちょっと実施ができないっていうか、なんかもう緊急事態宣言また発動するとかうんちゃらかんちゃらとか言ってるんで、ちょっとできないんですよね。ノアさんことアリニャンさん、こんばんは、いらっしゃい。お別赤ですね。別赤からいらっしゃい。もちろん落ち着いてからに決まってるやん。わら。うわ。あんちゃん
また私の戦果が一番なの？まあそうですよね。大阪やばいよやばいよ。大阪やばいっすよね。失格でオフ会。失格ではオフ会しません。失格ではオフ会しません。ダメです。失格でオフ会するんだったら京都でオフ会します。最近友達にいじめられています。めっちゃ悲しい。どうしたらすぐね。いいですかと。いつもこいつも気合が。友達にいじめられて、ノアさんがいじめられてるんですよね。それ友達じゃないじゃないですか。別に無視しちゃったらいいんじゃないですかね。ピカはいじめは犯罪です。敵を見つけた。そういう人は全部もう最初からいなかった体にしてます。あ、なるほどね。さあ行きましょうか。関わらなかったらいいんですよ。下がりませんよ。よし、これで大丈夫。これでフレッチャーさん大破しても大丈夫。いや、大破したら多分凌介さんが切れると思うんで、大破はやめてほしいですけど。もういけるよね。スーランコーディマジか。無視無視そんな。フレッチャー暗記したら分かってねえろ。だからもうムカついて校長先生に農家決めてます。あー、言ってもいいけどな。まあでも、このヤハギと野戦をしたい。まあ関わ、まあまあちょっと、いいと思います。まあマザーフレッチャーさんのこのフレッチャーアンチのアンチから来る言葉なんですけど、関わるとまあ面白がってやってくるんで、まあ校長にとりあえずちょっとこういうことがあったあるんですけど、なんとかしてくださいっていうのはありだと思います。でそれでその後はなんかチクッタだからうんたらかんたらって言われても無視すればいいと思います。関わらない方がいいと思います。あ、実際問題は僕はあれっすよ、ノアさんと同じように、お、ごめんなさい。中学小中といじめにあったんで、結構辛かったんですけど、もう関わってないですから。あれ、また同じ曲やん。俺了解です。繰り返し。ちょっと待って。岡です。ちょっと同じ曲しか流れてへんやんか。これ警察と教育委員会しかね。まあそうですね。ただし証拠は残しておく方がいいです。カツ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 、帰れ。いいな。カツ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 、どうかさ。なんとかでも終わった。艦隊仕方ねえな。白地に帰投したわ。ファークファーク、アフカイニッカちゃん。成功しました。やると思った。ちょっと待って。厨房第三弦の作り方。めっちゃ、ちょ待って、めっちゃ資源もらえるのかよ、ここ。めっちゃもらえるのかよ。ちょっと待って、ほんなら。これで、とりあえず、なんとかなる？ゆうたしさん直しとく？燃料そんなに使わんけどな。伊勢さんも直しとく？いっか。提督、スパコレ HP 成功しました。まわ、やだー。拾ってこい。あぶれるね。ガワカラ三元杯。ガワカラ。うちのこといじったりしてきます。逃げたらいいんです。逃げたら、逃げましょう。もし自分なんかもう自分の命にこう関わるようなことがあったら、学校多分
校長先生っておっしゃってるんで、多分学生さんだと思うんで、学校は、ボイコットしていいと思います。あの、行かなくていいと思います。あの、学校行かなくても死にませんから。大丈夫大丈夫。孤独な人たちなのかって思っていたし、無視すれば飽きてそのうち相手しなくなるよ。大丈夫大丈夫。まあ、学校なんか行かなくていいから、あんな勉強なんか、その気になれば独学で大学行けるから。大丈夫大丈夫。学校はもうなんか、まあ、ユタボンさんも言ってはるけど、あの、行かなくてって、あの時も僕は結構頭固かって、もう固定観念しかなかったんで、正直言って自分がいかにバカだったなっていうのは本当に痛感してます。ね、学校行かなくて勉強しなくったって、学校は行かなくていい、最低限の勉強してればなんとかなるから。問題は何かって言ったら、まあいや、まあいっか、じゃあちょっとこの話しよっか。ほんなら、僕大学院出てたっていうのは皆さん知ってるとは思うんですけど、はい、相談。大学院、僕は大学 M2 の時ですね。M2 ってマスターの M なんですけど、大学院2回生の時に、大学院1回生の人が来るじゃないですか。ということで、ゴモラさん、こんばんは、いらっしゃい。で、その時に、大学、大学院に進学する理由って、勉強したい人が進学するものだと僕思ってたわけなんですよ。でもやっぱり就職活動で、あの時、まあ、リーマンショックで、リーマンショックでぶっ壊れてたんで、でも数え上がったので OK です。まあ、就職失敗して、大学院に上がったっていう方も、中にはいらっしゃって、まあ、その同じ研究室で、別の研究室からうちの研究室に来た人がそれだったんですよ。でも頭はすごく良かったんですよ。学部卒の時点で1位2位の首席卒業だったんですよね。僕はちなみに首席ほどでもなかったんですけど、まあ、300分の 10何番目だったんで、 10何番目ですよ首席に近いですけどね。もう 準エリートで卒業したんで、まあ人のことは言えないんですけど。ということで、サボテンさん、こんばんは、いらっしゃい。で、その人は本当にコミュニケーションが悪くて、で、なんかボソボソボソって喋るわ、ほうれん草しねえわ、で、もうはっきり言ってこいつ使えねえわって思ってたんですよ。で、そういう人はもちろん会社に入ったらもちろんいます。頭賢くても、ですね、仕事できるとは限りません。これはもう当然のことですけど、まあ、ピカさんは頭は悪いです。勉強しかできません。賢くはいません。勉強できると賢いとはまたちょっと違いますからね。でもそれ以前に、勉強ができることよりもやっぱりコミュニケーションができるのと、あとはいかにこう、まあ、ビジネス的に考えれる人が強いと思います。YouTube だってそうじゃないですか。 YouTube の YouTube ビジネスも、まあ、まさにそのチャンネルの運用だとか、あとはその、チャンネル登録の増やし方とかいろいろあるとは思うんですけど、でもやっぱり YouTube って好きなことをやればいいんじゃねえのっていうのがあって、で、好きなことをやる中でもこれやったら、これやったらみんな盛り上がるんじゃねえっていうのがこう探すのが、まあ、YouTube ビジネスの人だと思うんですよ。だからそういうのをやっていけば自然とこう、まあ、YouTube チャンネル の, この運営力っていう経営者として の, その資質が磨かれるんじゃないかなって思って、神秘化放送局は、日々取り組んでおります。そっちの方が僕は重要だと思います。ということで、矢作さんの任務終わったんで、トゥトゥトゥンします。お、15.2 の買いに。じゃあ、ちょっと時間あるからもう一発だけやっとく？なんか真面目な話してるん？もう一発だけやっとく？もう一発やっとくって、下ネタちゃうよ。なんか戦火砲一個やっとくか。なんか戦火砲やる？よろしくお願いいたします。6の3でもやろうか、これ。さっさと終わらそうか。矢作会に任務を強めです。はい、ありがとうございます。とりあえず、まあ終わらせたのは良かったんですけど、あ、
今の発言誰か切り抜いて。こらやめろー。いろんなところ見たけど、いろいろ考えられたし、人と関われたし、めちゃ最高だったな。一本言っとくみたいなノリやね。貴重な一点が入りました。貴重な一点。任務を通。とりあえずじゃあ、了解いたしました。6の3と1の5やろう。第3件。スターターキット来た。マジか。特急券？嫌いじゃないね。軽巡キル出撃。まもなく終点。関修寺です。うちの中学では生徒がいじめに招待された。なにがまもなく終点関修寺ですって。注意されたので、そのまま学校を抜け出して、警察に行ったら、学校が保護者説明会と謝罪会見を開く大問題になった。生徒がいじめを理由に早退するために職員室行ったら逆に注意された。それ問題じゃないですか。それはいい、逆にいい薬になったと思いますよ。内部調査部としてはドカーン、告発せざるを得ない。ドカーンって。よーし、村クマ、ご推薦、マスカゼ、いいんじゃね。それ教育機関が悪いだろ。押して参るぞ。問題やろ。よし、万全だね。もううちの放送局に、なんか 100% 相手が悪いとか、絶対人全部人のせいにするっていう、そんな人は多分いないとは思うんですけどね。学校が隠蔽しようとしてるからね。教育公開させてはならない。なんかやっぱり自分の真摯欲でなんかそういう隠蔽したりとかするのはもうダメですね。第三件。先輩。マジか。そういうの僕が一番嫌いですね。お、おめでとうございます。やりますね。同点です。同点。あれ、そうでしたっけ。第三件。いいみたいですね。ありがとう。こういった装備も。いいワードでナポさん、同点に追いついたんだったらそれはそれで良かったけど。第三元。第三元回。普通の第三元でした。いい気配りね。嫌いじゃない。じゃああれか。もう時間、まあ、多分放送終わると思うんで。挟まれた。キャッチャーは。やってるからメロディー SE いいぞ。ああ、マジっすか。電車で行こうなー。天さん、電車で GO のプロフェッショナルやっていただけません？鹿児島本線でお願いします。鹿児島本線でお願いします。もちろん、いや、各駅停車の鹿児島本線で。ポリちゃんに挟まれた。あれ、前も挟まれてたんじゃなかったでしたっけ。フレッチャーさんに、阿部アナウンサーで向かっています。ライトスタンドに飛び込んでーとかいますんで、飛び込んだーもう入れます。あと飛びついたーとかもありますか、ありますんで。ああ、出た、褒めて。ゆくゆく多分マザーフレッチャーさんがフレッチャーに飛び込んだーってこれで、その後お察しで。その後はピカは、申し上げません。下ネタになるんで。その後の先は分かってるだろうな。6の3先やっちゃいますね。もう売っちゃおう。もうジェイ・ケリー。チンク、行きます。連合艦隊機関大淀出撃いたします。なーにがフレッチャーに挟まれたやね。フレッチャーに挟まれたって。あ、挟まれたってそういうことか。実況ネタの SE 本当面白い。最高。チャンピオンガバ。いやー、本当に違いますよ。ミスター棒読みハッカー。ポエちゃん、
突っ込む。あっと挟まれた。ダブルプレイ。何がダブルプレイやね。何がダブルプレイやね。ちょっと待ってや。飛び込む。BS さんと僕で。しておくけど。何が挟ボール。何が挟まれたやね。何がダブルプレイやね。ダブルプレイではない。ダブルプレイではありませんね。ある意味のダブルプレイかもしれませんけれど、あのまままごっちゃじゃない、嫁っちゃと娘っちゃのダブルプレイかもしれませんけれど、いや下手したらトリプルプレイかもしんねえな。これと言ったら、下ネタになるからやめとくけど。何がダブルプレイやねん。あれかな、相手チームフレッチャーズかな。9人のフレッチャーさんね。選手が、違う、守備守っている人みんなフレッチャーさんはちょっと怖いでしょ。怖いでしょ、めっちゃ。もうかなり恐ろしいんですけど。計算通りです。一番センター、フレッチャー。一番センター、フレッチャー。何がセン。洋介、フレッチャー対キックチャレンジ。センター、フレッチャー。スタート告発します。さらに回想です。大丈夫。ありがとうございます。次元連結システム積んで、かける3でいいっすかね。ポリちゃんズネーミングセンスいいね。いやー、装備じゃねー。フレッチャーズなー。いや、パープルでちょっとポリちゃんズパープルでフレッチャーズ作ってみようかな。いいと思います。ちょっとなんか後のちょっとスイッチ買うときにパープル買うかな。マジか。どうしようかな。 PS5 にするかスイッチかどっちか迷ってるんですよね今。近日買うとかじゃないですよ。パープルを買うんだったら PS5 がいいかな。まあ PS4 でもいいんですけど、でも他のゲームをやるんだったらスイッチかな。結構そこら辺の、分かってるやろ。いや、そんなことないんじゃないですか。あ、そだ次元連結システムあればフレちゃんかける9でいけるわ。フレちゃん図の対抗が欲しい。フレッチャーズオール S ってやばくないっすか。それ強すぎでしょ。で親が怒涛の追い上げでみんな浮いてない状態になった。それあれで、あれじゃないですか、アンドロメダ学園じゃないですかそれ。これこそ次元連結システムのちょっとした応用だ。全員勇気を恐ろしいですね。スイッチの電車でご面白いですよ。あ、そうなんですか。スイッチの電車でごどうなんだろうな。さすがね。どうしようかな。矢作さん全部4連装でいっちゃろうか。4連装でトライしてみる一回。危ない刑事やんけ。あれ？あかん。違うわ。強烈な当たり。ん？あ、なるほど。わかった。ここは工業的しか詰めれへんのか。これならいけそうね。わかったわかった。4連装後期はないからな。5連装でいくか。さすがね。危ない刑事は危ないデカお調教なのです。
スイッチの連鎖でこれな何やりましたっけ。で、山手線でしたっけ。山手は覚えてるんですけど、できればなちょっとまあローカルネタかもしれないですけど、切りまくられずに買った。私鉄列車も入れてほしいな。近鉄とか京阪とか阪急とか南海とか阪神とか全部西日本やんけ、全部京阪神の路線やんけって話ですけどBV 配信もありだと思うんすけどね。注目路線は山手線、上野東京ライン、埼京線、京浜東北線等。あ、そうなんですね。ティ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 。矢作海におつの4スロメは構造的しか魚雷系入れられないのよね。勘違いしちゃうよね。俺も今初めて知りました。本気でやらんとな。今初めて知った。じゃあ6の3いきますね。1,2,3 これね名鉄やっぱやはぎは買いにおつの方がいいのかな。チンツ行きます。まあ人それぞれです。名鉄は乗ったことないんですよ。これがあるやろ。分かってるやろ。関東だったらそうですね、東部西部、あー京成は乗ったことないですけど、現在に朝4連続1くらい中、京成は乗ったことないんですが、やはり強い。あと俺は京急でしょ、あ東急でしょ、つくばエクスプレスでしょ、でそんぐらい。電車なぁ、もう新しい職場車通勤か自転車通勤しかないんですよ。でピカさんはほら自転車で通勤するのが好きなんで、雨降ろうが台風来るが関係ないんですよ。もう雨降ろうが雪降ろうが風強いようが自転車で通勤するんで、あんまり車で通勤するっていうことがないんですよね。だからまあその会社の人によく言われるのが、さすがに台風や雪は車で来てねって言われました。交通費は出るんだからって言われて、ああそうそうなんそうですねって。何で埼玉高速鉄道ってあんな運賃高いのか。ああ、なんででしょうね。わかんないです。確かに雪の日もチャリはすげえわ。ああ、でも大雪積もってる日はダメですよ。さすがに積もってる日は頑張ったんですがダメでした。1メーターも進んでないです。1メーター進まないうちに雪がクシャ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 ってなっちゃったんで無理でした。あー落ちないのね。カッツン人形体キック。危ないかも。やめなさい。私が確かに落ちは辛いです。なんで、ヘロメ。気まぐれかもしれないです。持ってても焦げるけどさ、次の日が一番きつい。雪積もってるぐらいだったらいいんですけど、雪積もって溶ける時が一番怖いんですよ。なんだっけ、アイスバーンだったっけ。アイスバーンだったっけ、忘れちゃったな。ヒメカブト追放隊キックチャレンジ。さあやるわよ。こう半分氷になってる時が一番怖いですね。姫カブトさんのタイキックは、姫カブトさんのアウトとタイキックとペロペロチャレンジは全部入れましたよ。そうですよね。まあ何回もこけましたけど、ブレーキかけてたらガシャーンってなりますから。自転車のタイ
力スタッドレスにしないと。スタッドレスってできるのかな、そもそも。っていうか今日自転車メンテしてもらったんですよ、3年ぶりに。ブラックアイスバーンのあれは夜間にツルッツルの状態じゃない？そうそう、そんな状態です。で、そしたら自転車屋さんの方にこう言われました。ピカさんすんませんが、もうこの自転車もうダメですって言われました。自転車買い替えてくださいって言われました。自転車これいろいろ修理しないといけないんで、部品変えたら3万ぐらいになるんでどうしますって言われて、じゃあそのまま使いますって言って、ブレーキだけ交換、ブレーキのブレーキゴムだけ交換して終わりにしました。あと1年か半年ぐらいはちょっと使って、もう新車にします。来年新車にします。さすがにな。まあ今もそうだし、前の職場もそうやったけど、往復約20キロを毎日超えてるわけですから、そらすぐ自転車ぶっ壊れるわっていう。一番よく行かれるのがチェーンが一番負担かかります。チェーンがまず先に壊れます。でその次ブレーキでしょ、ブレーキ壊れるでしょ。でなんもうなそれをもう1年ぐらい使ってたら、次タイヤがダメになりますね。タイヤはもうダメって言われました。でももう新車に変えるつもりだからもういいやって思って、そのままにしましたけど。陽介さんの場合はその距離が違うんですよ。ピカと陽介さんではその往復何キロか、まあ、陽介さんがもしその20キロって言われたら、ピカの使い方がまずいのかもしれないですけど、ピカは月に400キロ走るわけですからね。月から金毎日20キロ走るわけなんですよ。で毎月400、20×500 やから400キロやな。400キロ ×10 人の4800キロ走ることになるんですよ。4800キロ ×3 で3年走ったら約1万5000キロぐらいになるんですよね、約。1万5000キロも走ったら、それは自転車どっかおかしくなるに決まってるわっていう。トライアスロンの練習ですか？違います。そんなことはないです。仮にピカがトライアスロンでできたとしても、残念ながらピカは金槌なんでトライアスロンは参加できないです。ということで、待って、これ2000超えるな。ちょっと待って、これ開発するか。開発します。もうなんでこんな、なんでこんなにあれな、めっちゃ溢れんの。スパコさん検討する一回。俺は往復6キロぐらいになるな。ただし雨の日はバスで出勤するので、マルミチャレンジ。スパコさん検討する、ちょっと、あ、待って、コロラドさん改造します。ドゥドゥドゥーン、唐突にコロラドさん改造。これで浮いたでしょ。6000、これで浮いた。あとは、まあ一回、まあいや、スパコさん出そう一回。完走寸前っていうか、すでに完走します。こんな資源がいっぱいある。こんな資源すぐ溜まるもんなんかな。全然気づかんかったけど、じゃあ陽介さんの、凌介さんのこの乗っ取って4662で行きましょうか。
一発しか建造しないよ。20でしょ。緊急浮上。4000でしょ。スパコレシピ回しても2日で回復するからすぐ回せる。6でしょ。燃料が30万超えました。6でしょ。お、マジっすか。2でしょ。これでいいかな。これでいいかな。466。こんばんは。バジレスさん、こんばんは。いらっしゃいます。ゆっくりしていてください。ようこそ美化放送局、ご来場ありがとうございます。多分カンコレだと思います。この放送局はカンコレと音ゲーを中心に放送している音ゲー帝徳でございます。とりあえず先ほど矢作さんの任務終わりましたので今戦火砲やってます。初見さん前出ろ。だから前出ろ、あかんって言ってるやん。またまた説明せなあかんやん。説明をまたまた、初見さんまためっとくせえ説明せなあかんやん。お茶でもどうぞ。すダンニューフェイスが登場したよ。めんどくせえ説明せなあかんやん。もう前出ろって。また SE の登録は200以上ほどあり、手で会話やてだらけの中毒者が多数います。その上、初見さんに前出ろとの手が飛びますが一切気にしなくて OK です。詳細については概要を展開すると、該当の SE コマンドがある URL リンクがありますので、そちらをご覧ください。主に多くは鬼獄ら、相当閣下シリーズ、ガッツカがメインで使われることが多い模様ですが、様々な手がありますので、面白おかしく組み合わせて使ってみるのも一興です。初見さん、めちゃ前出ろ。 DS カガさん、ありがとうございます。初見さん、こんばんは。そんなこんなで、この放送局は、棒読みちゃんが、いかれてますんで、陽介ウェッチャー対キックチャレンジ、他の放送、他の、提督チューバーさんと比べて、めちゃくちゃ変わってまーす。知るかそんなもん。知るかそんなもん。知るかそんなもんって言われてもな。これ後で前でしつこく最後の最後で期間限定ドロップの 2-3 で遊具も長波狙いしましたけど出ませんでした。あー、そうなんですか。まあ、シェンクさん、このあたりはある意味テンプレだから、ミスター棒読みハッカーさんは解任だね。解任だね。お疲れ様です。ということで、ここはモデレーターが率先して荒らす。ヨズキバラライカー、ヨズキサボテンナポダッシュダッシュフレッチャーペロペロチャレンジ。ちょっと音ちっちゃかった気がするけど、まあいいや。はい、回しまーす。スパコさんレシピ回しまーす。カンストしてるんでポイ。はい、2時間半ダメー。作戦成功しました。ということで Z 作戦打ちまーす。ドゥドゥドゥン。許さんぞー。フィンネーって。壊れました。マザーフレッチャーさんが、マザーフレッチャーさんがぶっ壊れました。行かれました。次ハクチーやります。ハクチーやってもいいかな。今日はチクショーめーって、チクショーめーじゃないから。殺す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 。スパコとすり替えておいたのか。すり替え、ルキーインホサになりたいと思ったシェンクであった。嘘だ、どんどこどん。もうひでえな。まあ初見さんがいらっしゃるのにもかかわらず、もうこんな SE が、もう飛び交っているこんな状態ではございますが、ゆっくりしててくださいね。ゆっくりできるかな、そもそも。そもそもゆっくりできる状態かなっていう疑いはありますけれど。朝潮さん、キラスケするついでに白地任務、白地戦火砲撃っちゃいます。初見の腕の鼓膜はボドボドだ。まあ最初、いやもうほん、まあ初見さんが来られたら、まず1回目に受ける洗礼が、初見さん前出ろーなんですよ。でこの前出ろーの元ネタは
楽器の使いあらへんで、で出て笑ってはいけないシリーズで出てくるあの月亭方正さんがなんか切れてたんですよ。で方正さんが切れてて、その時に、はい、ヒポポソク、マエトラーのボイスなんですよ。そこから来てます。で、そしたら、なんか、お前さんの耳が壊れてしまったじゃないか。お前、謝って。じゃなきゃ。大キック。それで、弾幕薄いぞ。何やってんの。それでまあなんかやってたら入れたらなんかみんななんか初見さん前出ろーが。マイデロの歯も早ここの SE 中毒者のテンプレだからな。そうです。テンプレになっちゃいましたからね。そうですね。そうですね。トレジャーハンターだと思います。ここにこの田中さんに切れてたと思います。でその時に言えないな。言えなかったらヒポ不足だ結構すぞお前っていうところもこれもちゃんとボイス入ってますからね。頑張ってじゃねえよ、おめえも頑張んだよ。しっかりとてことでまずミスター棒読みハッカー前出ろ SE としてちゃんと入ってますから。全員ケリー法政今さっき法政です。チュッチュパードン、ネタが多すぎて何言ってんだ、ふざけるな。ファ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 イモが一番何言ってんのかわからないですね。一番何言ってんのかわからない、このファ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 イがこれが一番究極だと思います。久々にビブハなんかみんな流し始めてきたぞ。内部調査部としては院長告発せざるを得ない。告発そうか、ファが 1,2,3,4,5,6 やったらあのポーズ音のファになるのか。なるほどね。お前やーって。あ、ちなみにこのピカ放送局は実はディスコードで交流会っていうのを運営しておりまして、モデレーターさんが、実質モデレーターさんが、このピカ放送局交流会の役員でございます。役員は5人、え、ちょっと待って、違う、1,2,3,4,5,6人います。そのうちの、 あの2人が、BS カカさん と、マザーフレッチャーさんです。なつくしさんみたいに言われてもな。北陸ロマン、チャイムじゃないとならないんで、ダサいし。これで早口終わり、早口終わりでーす。だから残してるのが Z の講談と六水仙の三河ですね。次の放送でまあ8周年記念がどこまでいけるか、どれだけボリュームがあるのかちょっとわからないですけど、まあ全部戦火砲は撃てる感じがしますね。とりあえず全部一気にダーンって撃つんじゃなくて、ちまちま撃っていくことにします。これでいけるね。さあどれもらう。チャイムです。チャイム。ハッカーさんに関しては来週解任だね。これは搭乗員かな。そういえば今回のガルパストーリーでサボテンって単語を発してるモニカの子が3人燃えて興奮せざるを得なかった。そうなんですか。戦火計650入ります。こんなもんかな。結構撃ったぞ。あと Z 講談と三河と六水戦なんで、ここら辺どうしようかな。ちょっと順位見てみるか。150位ぐらいで今維持してるんで、今600打ったっしょ。この俺を誰だと思っているのだ。私はハイハル初代 SE 中毒委員会委員長ですよ。600一番あと1個打てばいけるか。シェンク混合体キックチャレンジ、あと2つ打てばいけるかな。この道あかん。いつでも出撃
あと3つ、まあ3つ打てばいけるか。2軍は多分いけるでしょう。サボテンに種類 SE 化って可能ですか？それはですね、できないですね。知るかそんなもん。習ってない。ちょっと開発しようとしたんですけど、ちょっとそれはできませんでした。1個しか無理ですね。で、時期に応じて変えることはできますね。習ってない。例えばだから、例えばもうちょっと直近の。だから直近のコメントだったら、例えばシェンクさんの混合体キックチャレンジを、長波体キックチャレンジとか、みそぎの道塩体キックとか、それとか、コマちゃんペロペロチャレンジとかできますよ。ただそれは設定しないと変えないとダメなんで、打ったー、打ちました、ドカーン、ジャストミート打ちました。にもぶたれたことないのに。それは変えることはできるんですけど、ランダムにはできないんですよね。あ、それだったらいけますよ。だから、漢字とひらがなとカタカナで3種類の SE を打つことは、それは可能ですね。本当はね、なんか例えば誰々、カッツンさんとヒイラギさんに言えることなんですけど、彼らは、むちゃくちゃ入ってるんですよ、ボイスが。だから例えば、カッツンタイキックって押したら、ランダムで鈴屋タイキックチャレンジになったり、ジンゲータイキックチャレンジになったり、収録されているファイルからランダムで再生できるようにしたかったんですけど、ダメでした、無理でした。ということで、じゃあ今日、まあ一応その使い分けることはできるんで、それだったらいけます。今日はここまでにしとこうか。ちょっと明日も早いしね。いつもピカさん4時ぐらいに起きるんで、早いんすよ。もう突然バチーンって朝方になっちゃったんで、だから最近寝る時間が、あ、ちょ待って、これできねえわ。ちょ待って、これダメだ、これ計上にしないと。って言ったらもう時間だ、答えを聞こう、言うんでしょ、知ってるよーし。突撃する感じだしな。まあ仕方ないです。仕方ないです、それは。じゃあ出撃した矢垣さんを遠征出しちゃおう、タンカーで。これできるよね。はい、これでいっか。ガツン。お疲れ様です。ナポ島風タイキック行っちゃって。お疲れ。こんなもんかな。よし、まあとりあえず、まあ順調にですね、戦火砲終わりつつあるんで、次の方カンコレ放送も、引き続き戦火砲打っていきたいと思います。 Z 作戦の後段ですかね、メインとしては。で8周年はちょっと分かんないですけど、まあ戦国列伝の楽曲やればやっていけばいけるのかなと思います。戦国列伝とギデラの楽曲パックは買うつもりです。ということで、ご視聴くださいましてありがとうございました。就寝します。皆さんお疲れ様でした。おやすみなさい。夜更かしはほどほどにね。いい夢見ろよ。おやすみ。お疲れ。お疲れ。